百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか？うおー、今日はね、リクエスト動画2ついただいてます。じゃあ聞いてください。突然すいません、広島県の王と申します。定常さんの動画はイラストや人形のストーリー仕立ての説明や話し方がとても分かりやすくな、そうだったのか、なるほどの連続でいつも楽しく見てます。ありがとうございます。私は4年前に剣道を始めた41歳のおっさんです。昨年3段の審査に合格することができましたが、まだまだ素人っぽさが抜けなくて悪戦苦闘しています。わかるね。店長さんにお願いしたい動画のテーマは次の2つです。1番目、いつでも打てる体勢とは。なるほど、周りの先生からよくいつでも打てるような状態からなどと説明を受けるのですが、つまりはどういうこと。2つ目は引き技のやり方を教えてください。まずこのいつでも打てる状態の話と、もう1つリクエストいただいたのがリンリンさん。陰ながらいつも頼りにさせてもらっています。かっこ中1女子です。よかったら相掛かりができるようになる方法を本当に教えてほしいです。私は中1からずっと憧れだった剣道部に入って、お憧れいいね、初心者なのに副賞をやらせてもらって、おーすごい、この前の試合で初めて勝ってあまりの嬉しさに泣いてしまいました。私は本当に剣道が大好きなので、家に帰ってからもうずっと素振りをしたり、日々努力しています。すごい。あと先生や先輩や、友達にセンスがあると言ってもらったり、先生にはリンリンさんが入ってきてくれて本当に良かったとか、いろいろ言ってもらいました。でも本当にここからですね、相掛かりだけが本当に苦手で、先生に聞いてもいろいろできなかったので YouTube で探してみたけどなかったので困っていると、このチャンネルを思い出して今コメントさせてもらってます。もっと強くなりたいし、二度と相掛かりができなくて泣きたくないので、よろしければ教えてください。相掛かり稽古で泣いちゃったか、お任せください。いつでも打てる体勢っていうのと、相掛かり稽古上手くなりたい、この二つ同じことなんです。実は同じこと言ってる。これを今日やります。じゃあまずはいつでも打てる体勢の話からしたいんだけど、いつでも打てる体勢の話をするには、その反対のいつでも打てない体勢のことをちょっと考えてみよう。いつでも打てない時ってのはどういうことかっていうと、もう構えてて相手の方が速くてだね、こっちの足が出ないとか、体が止まっちゃってるとか、何やっても遅れる、そういう時のことをいつでも打てない体勢って言います。じゃあ今度はその反対のいつでも打てる時の体勢ね。いつでも打てる体勢っていうのは、右足からストンと、必ず右足からもう即一歩で面と打てる体勢のことを言います。これが簡単なようで実は難しくて、いつでも打てる体勢になってないっていう時には、左足を継ぎ足してから右足で打つ。もう一回いきますよ。左足が先に動いちゃう、左足が動いちゃってそこから右足打ったり、もう一足一刀の間合い、打てる間合いに入ってるのに、そこからさらに足を継いで打ったり、もう一回いきますよ。もう打てる間合い、一足一刀ですぐ打てるのに、そこからさらにいつもの癖で一歩入ってそこから打ったりとかしてしまいます。要するにこの左足をついた瞬間とか、一歩いらないのに入ってる瞬間にもう出遅れてるんですよね。じゃあ足を継ぐから出遅れる、足を継ぐからいつでも打てる体勢になってないってことなのね。じゃあそもそもこの足を継いじゃう原因はどこにあるの？継ぎ足をしてしまう原因っていうのは、右足、前足と後ろ足、左足の体重のかけ方がおかしいんです。体重のかけ方が合ってない、ちょうど真ん中に来てないんですね。例えばこう前かがみ、右足にばかり重心が来てる時っていうのは、もうこの出したい足に体重が乗ってしまってるでしょ。だから一回左足を継がないと前足出ないんですよ。この出したい足に全部体重が乗っかってると、左足を継がないとやっぱり出られない、だから一歩遅れます。反対に後ろ足にこう体重が乗ってしまってる人、後ろ足こっちに全部乗っかってる人っていうのは、この足に体重が乗りすぎて、いくら右足を出したとしても体重が移動できないんですよ。体の重心がこっちに移動できないから、結果一歩ついでまた出るようになります。じゃあここでちょっとまとめね。いつでも打てる体勢のことを考えるには、いつでも打てない時のことを考えましょう。いつでも打てない体勢っていうのは、継ぎ足をしちゃうからその分出遅れるんだよね。右足からバッと行かなくちゃいけないのに、左足が動いたりしちゃうからその分出遅れる。じゃあなんで継ぎ足とか左足が先に動いちゃうかっていうと、右足と左足前後の体重バランスがおかしいから、どっちかに偏ってるからすぐ出られないんだよね。じゃあここからです。前後の体重バランスが悪いのは何ででしょうか。それは
つまり姿勢が悪いからなんです。じゃあ姿勢が悪い、剣道の構えもう一回見直してください。上半身と下半身に分けて考えましょう。上半身は胸、胸を張る、下っ腹、聖下丹田、おへその下9センチに力をちょっと込める、左腰を入れる。下半身は左足のひかがみ、膝の裏伸ばす、左足のかかと少し浮かす。これで両足均等の体重バランスができます。そしてこの後話する相掛かりとかかかり稽古とかやると、どうしたってねみんなこうなっちゃうんですよ。前のめり、前かがみになっちゃう。これをどうしたら治るかっていうと、一発で治す場合にはもうこの首を剣道部の襟、ここに変なスペース開かない、このスペースをくっつけるようにしてください。このスペースを首を襟にくっつけると、この体勢のままパン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 って打てるようになります。首を襟につける。そうすると姿勢が良くなる。そうすると体重の前足と後ろ足のバランスが良くなる。そうすると次足しなくても打てるようになる。つまりはいつでも打てる体勢っていうわけですね。じゃあここからいよいよかかり稽古の話していきます。かかり稽古が苦手な人は、この際にかかり稽古がそもそもどんな稽古なのかっていうのをもう一回おさらいしましょう。じゃあいつもの全剣練の方ですね、剣道指導要領いきますよ、読みますよ。かかり稽古は元たちに対して打たれたりかわされることなどを一切考えず、習得したすべての仕掛け技を使って短期間に気力を充実させ、体力の続く限り全身を使って打ち込む稽古法であると。じゃあね、ここで疑問に思うんでしょ、みんな。いつもやってる打ち込み稽古ってあるでしょ。打ち込み稽古とかかり稽古何が違うの？これもその次書かれてるんですよ。いきますよ。かかり稽古は打ち込み稽古とよく似ているので、その違いをしっかり認識しておきたい。打ち込み稽古は指導者かっこ元たちが良い機会を与えて打突させるが、かかり稽古はかかる者の意思によって積極的に機会を作って打突する稽古法であると。打ち込み稽古っていうのは先生がはいどうぞここだよってやってくれるの。かかり稽古は違う。かかる側がかかる意思、自分の意思で打てるところを見つけていくの。見つけてどんどん打っていく。それがかかり稽古。そしてそのかかり稽古をやっていくと、技術の向上を図る大切な稽古法であり、気力や体力を練り上げるのに効果的である。つまり技術が向上する、上手になるっていうのと、もう一つ言ってました、気力や体力を練り上げる、負けん気がつく、自信がつく。だからかかり稽古どんどん自分からやっていきなさいってことなんだよね。じゃあちょっとだけ言葉変えて説明すると、さっきの説明にあったかわされたり避けられたり打たれたりすることを考えないって書いてたよね。考えなくて自分から打っていく。つまりかかり稽古ではかわされること、避けられること、打たれること、これ全部 OK なんです。いいの、そんなことはねもう求めてないの。そんなことにもむしろかかる側の意思って言葉があったでしょ。自分から相手の隙を見つけてどんどん打っていくってことの方が数百倍大事なのね。じゃあここで最初のリクエストもらったリンリンさん、質問です。逆に質問です。打たれたりかわされたりしてそれでへこんでんじゃないですか、かかり稽古の時に。それ別に OK だから、 OK、 そんなこと気にしなくていいから、相手の隙を見つけてどんどん自分が打っていく。それがかかり稽古、相掛かり稽古だから、打たれたぐらいでへこんだり泣いたりする必要がないのね。全然大丈夫、全く問題ないから。それよりも例えばね、もうそれが上手くなってくると、もう振り返ってすぐバンバンバンって、もう何本でもバン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 って連続技で1本当たんなかったらまた打ってってやってると、相手がまだ準備できてない時が見えてくるの。相手がまだ準備できてない、そこをさらに追い込んで打つ、こういうかかり稽古ができるようになったらもう断然変わってくると思います。じゃあ最後にかかり稽古の注意点ですね、5つあります。注意点ってことは、これができるようになると上手になるよってこと、苦手なかかり稽古は得意になるよってこと。まず1番目、常に危険体一致の打突を心がけさせると。危険体一致、声、気力、剣、竹刀操作、体、体さばき、踏み込み、これをドンと一発合わせると。危険体一致を心がける。2番、体勢が崩れやすいので常に正しい姿勢や構えで動作をさせる。体勢崩れやすいよね、こうなったりするよね、打ってやろうと思って。
違う、こういう時こそ正しい姿勢でやるんだよと。で3番、できるだけ大技で打ち込ませ、次第に大技と小技、さらに連続技を織り交ぜて変化を持たせるってこと。要するに先生が開けてくれたから面を10本連続で打つとか、そういうことじゃないですよ。いろんな打ちを織り交ぜて、特にもう連続技だよね、これは絶対入れたいね、コテメーンとか、空いたとこパンパンとか、そういうのは絶対入れたいところですよね。そういうのを入れていきます。そして、4番目、特に足さばきに注意させ、さまざまな間合いから正しい打突動作ができるようにさせると。結局このかかり稽古なんてやってると、どん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 間合いが近くなっちゃったりするんだよね。だから間合いが近い時には近いなりの足で打つ。要するにいつもこれぐらいで面を出てるんだったら、この半分でも打てるわけで、そこを注意するし、間合いが近くならないように正しくこう抜けるとか、そういうところを注意しましょうと。場合によってはもろ立ちがこう間下がってあげて、間合いを正しく取ることもあると思いますね。5番目、充実した規制で短期間のうちに息が上がるまで間断なく激しくかからせる。要するに短い時間でいいから、もう集中してどん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 、もう手数を増やして何本でも打っていくってことだよね。だからかかり稽古やってて、お互いの稽古やってて、もうこんなに疲れた、もう私だけこんなにいっぱい打たれたとか思っちゃうんだけど、だから苦手だ、そんなことないのね。そういう稽古なのよ。だから気持ちを変えて、どんどん自分からかかる意思で打っていったら上手になると思います。今日のリクエストの回答としてはこんなところなんだけど、王さん、リンリンさん、ありがとうございました。またいつかお会いできましょう。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。